いらっしゃいませ、まかまかチャンネルです。ということで今回はですね、南知多町、刀の松新丸さんにやってきました。釣り大会ということで今回メバルとカサゴを狙っていくんですけど、たくさんの方たち参加していただいております。寒いんですけど、いい魚が釣れるように、そして皆さんに見せれるように、僕もちょっと釣りしますんで、ヤッピーさん今回は撮影よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、冬の魅力というか、まあ、本当南知多町根魚たくさん釣れますんで、これ煽って大丈夫かな、今から釣れる、いっぱい釣れるから、うん、大丈夫だと思います。なんで松新丸さんで今日は根魚釣り大会で狙っていきたいと思います。行ってきます。今日ですね、南知多の観光釣り大会の皆さんに一緒に来ていただきまして、まずそのまた狙っていただきます。戦です。さあ、釣り大会盛り上がっていきましょう。イイ、はい、ポイントの方をつきました。こちらですね、松新丸さんのオリジナルの仕掛け、3本針の胴付き仕掛けですね。で、餌はハゼの子供ですね。仕掛けもね、竿もあのレンタルなんですごいお手軽ですね。そこに着いたら少し持ち上げながら誘っていきます。カサゴはね、そこにいる魚なんで。さあ、どうでしょうか。あの、頼んだ、頼んだ。だよプルプルプルって、竿先が入りましたね。サゴですね。この調子でどんどん釣っていきましょう。あのたのたのた、よし、来たよ、来たよ、さあ来ましたよ。プルプルプルって竿先が入りましたね。いい当たりだった。さあ、カサゴかな。よいしょ、どうだどうだ。はい、来たー、カサゴ。はい、釣れました。カサゴですね。連続ヒット2頭続けてきました。両方とも。サイズがいいかもしれないですよ。ここね、落としてね、持ち上げたらすぐだ。よいしょ。はい。だよ。一機目。はい。ごめん、ちょっと待ち上げてください。連発です。あ、来た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 。来ましたね。あー、来ましたよ。今もね、そこにつけてちょっと待ってたらググググッと持っていきました。さあ、カサゴでしょうか。子供さんもね、釣れてますね。いいですね、皆さん。さあ、どうかな。ほんと気持ちいいな、今日は。いい天気ですね。結構カサゴは一口でガブッと貪欲に食いつく魚なんで、比較的当たりも分かりやすくて、よいしょ、
はい、来ました。3匹目。お、すごい、女性の方も釣ってますね。お、中島が見えますね。中島が見えます、ね、今水深が40メーターちょっとなんですけど、そこまで仕掛けを下ろして、でカサゴはね、そこにいる魚なんで、重りをこうなるべくそこからそんなに離さないように誘ってます。基本的にこうそこに落として待ってる時か、ゆっくりと持ち上げた時にコツコツっと当たりが出るんですね。で船が流れてるんで、常にそこをきっちり取ることを意識してやると釣果につながると思います。まあ、松新さんは本当にこう手ぶらで来てもこうやって釣りが楽しめるんで、レンタルタックル、そして仕掛けも船内でも販売してますので、初心者の方でも安心して遊びに来れると思います。残念、乗らんかった。今日ロケね、12月13日やってるんですけど、非常に穏やかな日で釣り日和ですね。今中島が見え、気持ちがいいです。いいところだ、南下。餌取られたかな、さっきの。これだけおじさんじゃん、もう。来ましたね。さあ、来ましたよ。今もね、そこにつけてちょっと待ってたら、グググググッと持っていきました。さあ、カサゴでしょうか。子供さんもね、釣れてますね。いいですね、皆さん。さあ、どうかな。カサゴは一口でガブッと貪欲に食いつく魚なんで、比較的当たりも分かりやすくて、よいしょ、いきました。3匹。カサゴ釣れました。さあ、始まりました、早掛けチャレンジ。これは何ポイントですかね。4ポイント目ぐらい。そうですね、何回もな、そのやっぱり 魚群探知機って、その地形の変化を見て船を止めてくれてる。おお、来た来た来た、1分チャレンジ来た。おったおった、どうですか、宣言通り。すごい、1分以内に来ましたね。そうで、そこに船をつけ直してくれるんで、やっぱりこう船をつけ直したタイミングっていうのは一番いいところの上に船を置いてる、釣れやすいですね。早速来ました。綺麗なカサゴ来ました。4匹目ですね。ありがとうございます。イエイ。 あとカサゴヒレがちょっとトゲが鋭いんで、針外すときとか気をつけてください、ね、綺麗ですね。お疲れ様です。昼ぐらいになってちょっと風がね、だいぶ強くなって潮的にもちょっと厳しい状況になってきたんですけども、そろそろ終了になります。さあ、皆さんどのぐらい大物を釣られたんでしょうか。ぜひこの後チェックしてください。正直の模様をお送りします。皆さんよく頑張っていただきまして、たくさんカサゴが中心ですけど、たくさん釣れました。集計が終わりまして、一番たくさん釣れた方がグラム数ですけど、2010グラム。ももちポークさん、ももちポークさん、お願いします。ワインですけど、お父さんにはすすきですね。はい、ありがとうございます。無刀賞が1619グラム。下方文幸様、あ、どうもありがとうございます。じゃあ副賞のアジの開きと、あの冷凍おいしいですよね。ありがとうございます。
福慎太郎様。あ、どうもおめでとうございます。おめでとうございます。あの副賞で大和さんとあのキャンピーで今日いっぱい行けてください。これあとですね、あの下道賞ということで、タチウオとあのタタマスを釣った方が見えますので、じゃんけんで決めてください。殺傷はグー、じゃんけんポン、あいこでしょ。あんたどっちがいいの？お酒にじじいにあげるのか、おじいちゃんにプレゼントするか。おじいちゃんにプレゼント、ありがとうございます。ムービー賞でイギラ、イギラ誠様。よく頑張りました。また次回はもっと大きいものありがとうございます。はじめにまずハマチ、お刺身になるハマチです。41番の方おめでとうございます。はい、どうも、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大きな味のひらめきなき、いいものです。42番の方おめでとうございます。味付けの島鳥です。味付けの島鳥、8番の方おめでとうございます。8番さん、当たった人、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。あのしらすの佃煮、自家製のしらすの佃煮です。はい、おめでとうございます。42番の方、はい、おめでとうございます。まあ、なるからね。あと最後にですね、今かじまのタコのしゃぶしゃぶ、岩崎さんからの皆さんへのプレゼントです。29番の方、タコのしゃぶしゃぶ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ネギとかと一緒に三つ葉としゃぶしゃぶしゃぶ、だしも入ってる。抽選会はこれで以上となります。ありがとうございました。本日ありがとうございました。また次回、またジャフさんと釣り大会も開催したいと思います。今度はまた夏に、6月頃にまたキス釣りをやりたいと思いますので、また皆さん参加してください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日お疲れ様でした。はい、どうもどうも、いつもありがとうございます。ありがとうございます。松市の松下さんです。はい。刀で遊漁船をやられてるということで、はい。代々漁師なんで、当時は4代目ですけど、まあ、先代から釣り船と民宿を始めまして、なるほど。まあ、今にわたって釣り船を経営してます。いや、もう今日も皆さんカサゴたくさん釣られてとても楽しそうでしたね。そうですね。まあ、この体験フィッシングというんですけど、はい、もう何でも手ぶらで参加できる。まあ、近くで3時間程度の魚釣りで、はい、まあ、今日もカサゴをメインに、はい、皆さんに楽しんでもらいました。そうですね。レンタルタックルで全部ね、仕掛けも準備していただいてっていう形で、本当に手ぶらで来て釣りが楽しめるっていうことが。お伺いしたんですけど、中にコンロがあって、そのバーベキューとかもできたりする設備があっていうのが、はい、なかなか他の釣り船いないですよね。ないですね。まあ、まあ、20年ほど前ですけど、はい、このこちらの船を釣った時に、はい、まあ、ちょっと変わったちょっと遊べる船がいいなということで、中にちょっと大型コンロを設置して、まあ、すごい食材は民宿から大アサリとか魚とかいうのが持ってきて、それでまあ食事が魚釣り終わった後に食事がバーベキューで船の上で楽しめる。 それを釣った魚っていうのも料理することができるんですか？はい、すごい楽しいですね。釣り物としては今の時期は、今日は根魚だったと思うんですけど、そうですね、あとまあシーズンによって魚を、はい、狙う魚が変わってくるんですけど、まあ、夏はキスとか、はい、でまあ、秋はまたタチウオもね、平野の近くで、ね、釣れますから、またタチウオも楽しんでもらったり、はい、あとアジとかですね。そういった釣り物も、レンタルタックルっていうのもあったりしてっていうので、はいはい、そうです。こちらでまあ仕掛けも餌も全部ご用意しますので、あ、じゃあ皆さんは、ね、そうですね、クーラーボックス一つで遊びに来てください。とっても素敵ですね。刀は遊漁船は他にもやられてる方は、結構最近多いんで、まあ、そうなんですね。ルアー船とかね、青物の仕立て船とか、じゃあいろんな釣りたい釣り物に合わせて、はい、まあ、南知多のこの刀からも
釣りに行けるよっていうことで、松新さんは手ぶらで来てもバーベキューも楽しめるという、釣りもバーベキューも楽しめるという、で年中狙う魚いろいろあるんで、それはホームページとかでチェックしていただければ大丈夫です。出てますし、はい、気軽にお電話していただければね、またいろんなことをお教えします。じゃあ一応あの概要欄にそちらのお問い合わせ先貼らせていただきますので、皆さんぜひチェックしてください。今日本当にお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします、はい、ぜひチャンネル登録してまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、はい、